よし、じゃあ早速いくつするか。どっから始まってんだよ。おっす、なんか来た。デカチンまだ生きてるか。一つ言い忘れてた。バビロンは現在営業を休止してる。セキュリティシステムが生きていれば2階へのエスカレーターのシャッターが閉まっているはずだ。だがな、セキュリティってもんには大抵解除用のパネルがある。そいつを探すんだ。俺が行くまでに片付けとけ。いいな。犯罪行為じゃねえのこれ。大丈夫なのか、こんなことして。一旦前出て、怪獣用のパネル。え、女が一人カムイに狙われている。詳しいことはまた後で知らせる。デカチン、女を守れ。頼むぞ。おう、俺は女を守るために生まれた男。デカチン、俺だ。何回出てかんの。女の情報が入った。一歩しか歩いてないぞ。いいか、一発で覚えろ。七海圭、23歳。カムイの芸大時代の後輩だ。七海圭。七海圭。はい。彼女を勤務先から誘い出したらしい。外見的特徴は住雄が検索してる。また連絡する。ああ、俺どこ行きゃいいんやろ。ヒッポコと。例の女の追加情報だ。ざっと検索してみたが、これといったデータが引っかからない。今、哲さんが彼女の勤務先に連絡を取っている。また連絡する。ろくに調べることもできないまま。時間が経ってますか？うん。デカチン、俺だ。役に立つかどうか知らんが、一応話が聞けたんで教えてやる。七海圭は今夜、同僚の女子社員と合コンに行く予定だったそうだ。かなり有力な企業の奴らとなんで気合が入っていたらしい。それだけだ。とりあえず、ぱっと見派手な女を探せ。それがきっと当たりだ。へえ、それなのにこっちに来たんだ。ここじゃねえの。コンタクトポイントが光っているところを探そう。あ、これでいいのか。何でしょう。何？番号だ。哲さんの説明だけじゃ一生かかってもそこのセキュリティは外せないだろう。一度しか言わないからよく聞け。現在そこのセキュリティは一家がハッキングしている。ただハチスカの話だと完全にハッキングするのは不可能だそうだ。これから言う条件が限界らしい。番号は4桁の数字の組み合わせだ。暗証番号は毎回変わる。20回のトライで正しい番号を入力しろ。赤のランプは桁が違うが数字が合っているときに、何？桁は違うが、数字が合っているときに点灯する。色、ヒット。緑のランプは桁と数字が一致していると1つ点灯する。緑色のランプが4つとも点灯すればロック解除だ。そんなセキュリティある？長々と喋ってんじゃねえ。こっちはもうちょい時間がかかる。要は緑を4つ光らせりゃいい。頼んだぞ。絶対お前に苦手だろ、そういうの。1,2,3,4 で、とりあえず。うおぉ、1個しか合ってない。じゃあ、1,2,3,4,5,6,7,8 で。7,8。1,2,3,4 で、赤が1個点灯ね。5,6,7,8 で、1個サクセス。はぁ、あ。ってことは、9と0は確実に入ってるってことだよな。9と0入れてみる。0入れて、どうしよう。5と6が、どっちが、合ってるか分かんないけど。これで多分、赤が3つぐらい点灯するんじゃないのかな。なぬ！そう！ 5 が合ってるっぽくない？分かんねえ。まだ3回目だから、バンバンやっちゃっていいでしょ。あと1,2,3,4 からどこが、あれ？なんでそんなことになっちゃうの？あ、同じ数はできないんだ。多分。え？ 0 と9が絶対入ってるはずなんだから、0と9の位置が合ってんじゃないの？じゃあ。え？そういうこと？ 5 の位置変えてみる。この位置変えて1を入れてみるか。あ、2を入れてみるか。ちょっとわかんなくなってきた。え、5は合ってたっぽいな。0と9入ってん、ちょっと待って、混乱してきたな。ちょっと5,6,7,8で1個合ってたんだから、0と9どっちかしか合ってないわけだよ。ちょっと勘違いしてたな、その点。じゃあやっぱりここが5なんだ、多分。大丈夫か俺。
ちょっと3、4あたり入れてみる。9は、9違うところに入れてみようか。ちょっと適当。やっぱ5は合ってるっぽいな。何が合ってたんださっき。わかんなくなっちゃった。5は合ってる。3入ってないから、ちょっと0をさ、どっかに入れたいんだけど、適当ですみません。5408、0入ってる。0、ちょ、メモんなきゃまずかったな。ちょっとメモろう、これ。そこそこで切ってきてるけど、ここからメモり始めよう。メモんなくても20回あるんだからいけるだろうと思ったから適当にやっちゃったけど、おそらくこうあってるな。ここまでやって408で0も合ってて9は入ってないと思うから、1234の中に、ね、1個あったんだから、ちょっとここに2置いてみて、これでどう。はあ、50は合ってんじゃない。あとは28を1個ずつ下げていってみていい。50、ちょっと待って、28だったんだが、81とかやってみたらどう。28だったか。81、あった。結構早く当たった。いけるやん。やったー、頭いい。どうですか、どうですかじゃねえし。どうですかじゃねえし。寺蔵か、俺だ。哲さんの話じゃわけがわからないだろ。今日の彼女の服装がわかった。赤のワンピースに黒のストッキング。メモるか。赤ワン、黒スト、はい、いいよ。黒いコートを着用、黒コート。ちゃんと覚えなきゃいけないのかな。頼んだぞ。了解。とりあえず上行けばいいのかな。独断先行してるけど、これじゃ猪俣と変わらないじゃないか。命の精神を受け継ごう。ウィーン、あげちゃった。お、この床は見覚えがあるぞ。関係ないか。この前の精神病棟とはカウンセラーが働いてたとことは関係ないからな。面倒が一つ増えた。2階に民間人がいるらしい。ほう、発見次第速やかに保護し、間違っても撃ち殺すんじゃねえぞ。またなんか精神に異常をきたしたやつなんじゃないの。てか早く合流してくれ。全然何も見つかんないけん、やっぱ周り見なきゃいけないのかな。本当にぐるぐる回ってるだけなんだけど、なんかここ開いてない、ここ。あ、やっぱそういうこと。どうも、来ましたよ、森島。カムイカムイカムイ。寺蔵、一般人は発見できたか。保護したら1階降りてくれ。頼んだぞ。カムイカムイカムイって言ったけど、喋ろ森島。何者だお前は。てんてんてん。え、今1階降りろみたいなこと言った。すまん、話聞いてなかったわ。ふぃー、あ、なんかある。ここ消火栓、ファイヤーハイドラント。うむ、警報が鳴り始めた。なんで警報鳴り始めました。あ、ここか。あれ、開いてる。これ森島はいいとして、開けます。警報はなんか、あ、なんかいっぱい星マークがついてる。なんでこんなに星マークが。誰か来るかな。うわあ、それなんなの、そのお化けみたいなの。音量ですか。
カムイが入ってくる、カムイが入ってくる。なんか下違ったな。お前がカムイ？俺はデカチンだ。どうだその後は。周囲を上下くまなく探してくれ。小さな変化を見逃すな。わかった。上下くまなく。とのことなので、上下くまなく探してみよう。さっさ。さっささのさ。ぬ、うわ、怖っ。え、屋根これ。え、ガラス？どうなってんだ？わー、落ちてきた！なんだこの映像は！やめてー、怖いわー。真上に落ちてきたんですが。ピーピーじゃないよ。なんで俺が操作してんだよ。ピンキリンじゃなくて。また死体が出てしまった。さっきの黒のコートだったよね、今ね。多分。赤いワンピースっぽかった。凶悪犯罪にか。別に覚えなくてもよかったじゃないか。完全にお手上げだな。悪い。俺の失策だ。素人に任せた俺がバカだった。気にするな、テラゾ。お前に責任はないよ。ああ、すまん。そういう意味じゃねえんだ。悪気はない。鉄さんが早く来ないから。挽回すりゃいいですよ。気にしないで。素人じゃねえし、かも。入るぞ。声難しい。ことぶき。親父、すみませんでした。遠慮しないでってください。そうか。まあ、少し休め。ゆっくり頭冷やしてこい。了解。ボス、なんとかなりませんか？無理だ。一家の手前もある。中が騒いでもいいのか？炭をもういい。え、炭を。この目撃者はお前が面倒見てやれ。捜査に同行させろ。え、俺のこと？鉄、たまには明美さん外に連れ出してやれ。明美さん。こんな時しか休めんぞ。いい旅館を取った。ゆっくり湯に入ってこい。親父。もうすでに取ってやる。すごい関係なしか。そんなわけにはいきませんみたいなね。行きそうなもんを。もう取っちゃってるから。みたいな。もう予約取ってんだよ。お金もったいないでしょって。そういう策略か。違うかな。こんな感じで。これが限界。サンプルが足りないわ。ポイント D2 の08。これは？カムイに関連のある場所だ。この地区に集中している。これは？ここは？アトリエグラジュロアス上原の元職場。上原の職場は点在しているの。一人で。うん。下平あやめという女性とユニットを組んでいた。彼女は現在も活動中。グラジュラスの営業時間は10時から17時。お腹空いてきた。行く気なの？ああ。やめた方がいいわ。なんで？これ以上彼女の傷口広げてどうするの？気持ちがわかるのか？珍しいな、ハジスカにもそんな感情があるのか？年齢が近いからよ。むやみに接触するものでもないでしょ。それじゃ捜査にならない。ミカのやり方じゃ迷惑か？役割が。そんなこと言ってられんのや。鉄さんがいないんじゃさ。中さん、いいでしょ？お好きなように。このグラジオラスだけでなく、カムイは複数のユニットに参加しているんだ。11のデジタル集団に名を連ねている。デジタル集団？なんかアーティスト的な側面も持ってんのかな。確率は？アトリエグラジオラスに特定すれば、カムイ出現確率は 001.1289%。絶望的ですね。どうする？それでも、鉄さんならここに行きます。行こう、テラゾ。おお。二人で行くんだ。確信はあるのか？俺の勘です。素敵だ。素敵ですね。スミオもなかなか、鉄さんスピリッツがある感じが見えてきますね。鉄の教え子感ありますね。やってて普通に楽しいんだけど、なんかあんまりアクションパートがない分、逆に集中できるというか。てか、キャラクターの魅力があるから、なんかあんま眠くもならんし。アクションがなかったら結構眠くなりそうなもんなら。え、何？もう前進めんの？ピピピ。アトリエグラジオラス。あやめ。ほら、美人さん。何問題？下平あやめさんですね。上原カムイについて少しお話を。刑事さん？突然来るものなんですか？ええ、大体は。
アポ取る刑事はあまりいません。説得している。捜査令状はとか言われそう。はい、いいですか、上がらせていただいて。あ、どうぞ。下平あやめさん、うっす。上原カムイ、ご存知ですよね。もちろん。現在のカムイについて何かご存知ですか。いいえ、以前二人でユニットを組んでいた親しい間柄だったのでは。ただのパートナー、信頼関係はあったけど。連絡は何の。カムイから連絡はありませんか。脱走したこと知らないんじゃない。ここに。そう、あなたにです。本気で言ってるの。どうして。ここにでしょ。そうです。カムイから連絡。そうです。ないわ。そうですか。元気でしたか、カムイは。は、どういう意味。どういう意味も何もそういう意味です。何が言いたいの。ここに来たでしょ、カムイは。まさか、カマかけてる。あなた会っているはずです、カムイ。どうして。勘です。勘。勘だけで人のことを疑っているの。まあ刑事ですから、こういうカマかけはするだろうね。音色もきっと。鼻も効きまして。鼻がいいんですよ、僕は。男の匂いがする。人の出入りが激しいの、匂いはするでしょ。そうですか。では、え、では調べさせていただきますよ。ガサゴソガサゴソそんなことしていいのか。チェックポイント、あ、ちゃんとポイントがある場所示してくれるんだね。よく見てませんでした、すいません。勝手にコンピューター見ていいのか、そんな。これはあれ、オープニングじゃん。このアトリエの作品、5年も前のもの。カムイが。デザインはカムイ、組み上げが私。懐かしいわね、カムイが。そういう人なんだ、カムイって。お、僕がなぜここに来たかわかりますか。さあ、あなたとカムイの関係、3人の被害者とカムイの関係、ファイルにはない共通点がありました。ん？あなたが美人だからです。何それ。事実です。それ口説いてるつもり。事件が終わったらちょっといいかも。おい、だったら一刻も早くからそんなキャラだったのか。すみよ、協力してください。いやでも多分事件解決のためにしか多分考え言いくるめ考えてないから、この後捨てるんだ、すみよは。なんて悪いやつだ。あなたも狙われているということです。当初カムイは3人の女性を無差別に狙っていたと思われていた。しかし被害者との背後関係を調べたところ、彼女たちは全員カムイとそれなりの接触があった人物でした。担当のカウンセラー、芸大時代の後輩、クライアントの担当者、比較的カムイと近い場所にいた人物、そして容姿端麗、カムイのタイプなのかもしれません。次に狙われる可能性が高いのは下平さん、あなたです。面白いわね。そんな推理でいいの。推理じゃありません、勘です。当てになるのかしら。勘ですって言ったら説得できないだろ。意外と。さっき鼻が効くと言いましたが、僕は耳が悪くて、そのせいなのか嗅覚が鋭いのです。警察犬ほどではないですが。カムイは間違いなくここに来た。カムイの残像が浮かびます。本当に。ええ。どうやって。あなたが留守にしているとき侵入した。考えられます。それだけ。もしくはこのかっこいいやりとり、ただ見てるだけの俺。ええ。つまりここにいる。なかなか鋭いわね、さすが刑事なんだ。そういうのデカ魂って言うんでしょ。デカチンです、どうも。う、照らそう、見てくれ。え、カチャってなったところ、ここか。逮捕する。アパー何この状況拘束されとる。私がやったのよ、みたいな。そのまさかよ、彼 M なの、みたいな。カムイ、しっかり隠れてなさいって言ったのに。あなたが。そう。どうして。人殺しでしょ。え、捕まえたったの、君が。え強かった。あやめ流補助術みたいな感じでババババババってやって捕まえたのかもしれん。怖っちょっとよくわかんなかったから、最後なんか言ってほしかった。何、結局なんだった。カムイは捕
まえたってことで OK。 24章なんか砂芸っぽくなってきた感じがする。なんかよくなんか縛られてる人出てくるよね。そんな気がするんだけど、そんな印象あるんだけど、あ、やったことはないけど、キラーセブンにもなんかラバースーツで縛られてるみたいな人出てくんじゃん。あれがカムイか。伝説が今目の前にいるってか。黙秘を続けてます。黙秘と言いますか、喋れないように感じます。失語障害ってこと？カルテと一緒、脱力症候群。厄介だね。メディカルに持ってかれるぞ。時間は稼げます。署内に規制をかけましょう。中央への情報流出は私が食い止めます。お願いします。頼むぞ。発見者の女性は？会議室だ。様子は？特に。何者だったんだあの人は。動揺した様子もない。なかなかの玉だありゃ。ハチスカといい勝負だ。言葉を失ってる。ハチスカそばに行ってやってくれ。いつ感情が爆発するかもしれない。爆発って何？カムイを殺すために。彼女はカムイを監禁した。殺すために監禁した。殺す？どういうこと？復讐だ。パートナーとして裏切られた。そして再び犯罪を犯した。女性を3人も。だったらなんで早く殺さなかった？そうね。憎しみの対象が目の前に。殺したいほどの憎しみなのに。そうは簡単に人殺しなどできない。うまく目を離さないでくれ。ずっと僕見つめてんね、この人。喋らない点で言うと俺と似たところがあるんだろうな。何なんだろう。ここに喋んない人2人いるけど、みたいな。すみよ。あれはずっとあのままか？ほとんど変化はないです。たまに口をパクパクと。独身術できるんだろ？なんつってんだ。シェルターって言葉を繰り返してます。シェルター？意味がわからないんです。何かの誘導ですかね？シェルター地区。行ってみますか？いや、罠かもしれん。迂闊には動けない。そうですね。手がかりか。カムイが言葉を失っているなら、これ以上の留置は無駄では？ああ、俺もそう思う。カムイからは何も出てこない。人を殺した以外は。だったら中央に引き渡せば。それができないんだ。できない？中が言うには中央はカムイ捕獲を知っている。中央がどうして？中央の指示でここに置いている。何ですかそれ。なんで？中央は何を？泳がしているのかな、カムイを。はあ、何かの陰謀で。陰謀？ドラマじゃあるまいし。なんか政府と関わりがあったりすんのかな。どんずばりだな。発見者の女からは何か聞き出せないか？危険ですよ。カムイに接近でもしたら。平気だろ。殺し合いしない。殺そうとしていたんですよ、彼女は。待てよ。でも殺さなかったわけだろ。本当に殺そうとしていたのか？なるほど。なんで自宅に監禁する必要がある？しかもなんでカムイに彼女だけ殺されなかった？玄関に倒れていたと。幾多の犯行で力尽きたんじゃん。それが変だろ。奴は殺さなかったんじゃなくて殺せなかったんじゃないのか？確かにあの状態です。殺せなくても死因はない。なんだなんだ。カムイがなんか、症状がスイッチが入ったように変わるとか。ずっと？逃走時からずっとってことですか？そうだ。奴に殺傷能力はない。ああ、なるほど。奴が殺したんじゃないと。狂気があります。そうじゃない。気力だよ。気力って。カムイの収容時のカルテは？いました。なんて書いてあった？いろいろ。そうじゃなくて状態は？脱力症。単独での生活は不可能。だったらなんで逃走できた？共犯がいたのかな？装っていたんじゃ。近代医療をごまかせるか？犯罪者だからといって。確かに無理ですね。そう、あれはただの抜け殻だ。奴に人を殺す力などない。カムイの人格が有利して別に、別の存在が、なんちゃらみたいな。誰も殺してないんだ。あのカムイですよ。化け物じゃないんだよ、奴は。ただの人間だ。伝説は伝説だ。じゃあ誰が？まさか。逃走の間、カムイは何をしていた？ああ、でも確かにあのさ、樹海で逃げた時にさ、あのターゲットと位置が違うみたいな話があったから、二人いてもおかしくない気もするね。監禁されていた。なぜ監禁する必要がある？カムイの犯行に見せかけるために。ビンゴだ。パーン。なんだ？銃声が？
アジスカ、まずい。大丈夫か、アジスカ。いや、そんなすぐ死なないと思うけど。え、何？どうなってんの？キョロキョロ。キョロキョロ。キョロキョロ。何？どうすればいいの俺。どこ行きゃいいの？あ、外に出ればいいのか。どうもー。どうもーじゃないんだが。あー、アジスカー！ごめん、逃げられちゃった。撃たれてる。ちょっとセクシー。あ、いたたたた。イムカに連絡します。行くぞ、テラゾー。あやめの行く場所は一つしかない。シェルターだ。あやめが逃げたのか。くそー。何をやっているはずですか？まったく。では、シェルターに。シェルター地区っていうのがあるらしい。エスケープ。シェルター展示場。何このシェルター。テントみたいなこと？何これ？シェルターが8つあるぞ。さあ、どれの中にいるみたいな。この国唯一のシェルター展示場だ。彼女はここに間違いない。テラゾー手分けして探そう。俺は奥のやつから回る。テラゾーは手前から回ってくれ。無線で合流しよう。俺は手前から回るぜ。シェルター1234。なるほど。じゃあこういうのは3番目だな。おそらく。ゲームの作り、の考えからして。あまり早く見つけられるのは困る。そう考えて、4番に置くとバレる。だから3番だ。どうだ？シェルターってでかいんだ、こんなに。ちょっと、距離感がわかんなかった。サイズ感が。では。ムーブでいいのかな。さっさっさっ。前に進んでいいでしょうか。丸ボタン押しながらだと早いみたいだな。ちょ、なんもねえぞ。なんもないようで。はっぱ。ちょっと丸ボタン押しながらだと、早すぎて怖いわ。どうやら何もないようだ。3番じゃなかったんかーい。あー、シェルターってそっか、下に、あれは入り口なだけであって、下に続いてるわけね。そういうことね。じゃあ4番だ。結局、あ、なんかある。よし。おわ、子供いる。何してるな。私は探してるな。めっちゃ笑ってたな、今。ママがいなくなってね、ここで探してるな。きっとここに来るから、家に帰っても誰もいないし。ここに来るとなんだかとっても楽しいな。そっすか。そっすかっつって終わったけど。なんか見つけるポイントないから、結局見てもしょうがねえな。これでいいのかな？調べ方、ところで。太陽型になってないんだもんだって。あ、あ、なってるなってる。どりゃ！あー、また子供だ。私のお人形知らない？どこかに行ってしまったの。とっても可愛いお人形。探してるんだけどどこにもない。へえ。怒られるけど一人で探しに来ちゃった。だから出てくる子、みんな美形だな。え、なんなの？今の子は。全部調べちゃったぞ。子供か。もう一度調べてみる必要がありそうだな。頼むぞ。もう一度調べるって。5678も調べていいの。もう一度調べるも何も1から4人はいなかったって。お前は手前のシェルターだ。いや、だからさ。何か用か？さっさと自分の持ち場に戻れ。なぜもう一度調べる必要が？納得できてないわけだが。子供がいなかったところ調べるわ、じゃあ。いや、なんか、あるし。え？子供いた！僕は知らないよ。僕は何も知らない。何も聞いてない。だって怖い人が来るから、とても怖くて。だからね、ここで隠れてたんだ。そうすれば見つからないよ。え？何？子供が湧いて出たんですけど。収穫はあったか？ん？よし、そっちはもういい。僕のシェルター、左側の2つを調べてくれ。俺も後で合流する。頼むぞ。はあ。左側の2つ。子供たちがなぜかいたんだけど。人形の話をしていたな。人形とは一体。ピーン。さて。ご苦労。なんだ、まだわからないのか。なんだ？はめられた？もしかして。本星はこの奥だ。とにかくお前のおかげで助かった。この先は俺の仕事だ。テラゾー。嫌な役目だろ。
愛しい人さえ守れない。え？何愛しい人って。ハチスカ好きなの？どういうこと？愛しい人すら守れないってのはどういう。あ！あやめちゃん。よくわかったわね。縛られる可能性が。